わかった。お金。じゃあ、いただきましょうか。帰るところ？なんだ、お買い物付き合ってもらおうと思ったのに。女友達には頼めない？力仕事もあるんだよ。ふーん。何してるの？入ってたっけ？なんていう部？呆れた。名前すらないなんて。そんなんじゃ先生も顧問にはついてくれないよ。よくわかんないけど、部活動に精を出してるなら心配ないね。じゃあ、お先に。家で嫌でも会うよ。
消火器。落ちてた。廊下に。そうだったのかもしれない。爆発させた。よければよかった。なら、なおさら。イノシシさん、もう マイン知りません？あ、やっぱり。最近、放課後になるとタライやバケツや消火器を持って歩いてる女の子がいるって噂だったから、マイかな。そんな変なことするの、前しかいませんよ。じゃ、また探してきますね。
あのね、探し物見つかったんだよ。大切な、本当に大切なもの。あのね、探していたものが見つかったから、僕もうこの辺りには来ないと思うんだ。だから、もうあんまり会えなくなるね。僕はこの町にいる理由がなくなっちゃったから。そうだね。僕、そろそろ行くね。バイバイ。嫌いじゃない。食べ物を粗末にするな。言い出した。
私も驚いた。ダメージを与える意味ではあまり変わらない。何？危なかった。いや、でももう虫の息。何を見ていたの？
また消火器を爆発させるのね。おはようございます。行かないんですか？遅刻しますよ。だっていつまでたっても。痛い。何やってるんですか、二人とも。おはようございます。さゆりの挨拶、さっき無視しましたね。さゆりは傷つきました。大丈夫ですよ。ずっと好きです。
で、結局効果って何のことですか？聞いてますよ、なんだって。言ってください、このさゆりに。ですよね。照れてるんですよ、舞は。だって、最近になってからですよ、ああなったのは。さゆりに任せてみてください。